日9月6日は吉田彩乃クリスティさんの誕生日でございます。おめでとうございます。吉田王をやっていこうと思います。2022年に吉田彩乃クリスティが主演を務めた舞台のタイトルは、では第7問目30枚目シングルのアンダー楽曲アンダーズラブの吉田彩乃クリスティのポジションはどこでしょう。おっと正解、クセ強いね。クセ強いでしょ。強いわ。俺それ見てよ、き俺も爆笑してた。第10問目ラストいきます。はい。乃木坂工事中で放送された3期生 PR 大作戦で吉田が特技として披露した早口言葉を正確に全て答えなさい。どうも、アヤティのツインテールが見たいサンクです。どうも、アヤティとエイペックスがしたいエンタです。どうも、アヤティと VTuber について語りたいレンジです。いいっすね、いいっすね。語りたいね。語りてえ。どっちもやりたいわ。エフェクスの方は無理だろ。野良でマッチする以外ない。名前知らないしね。確かに。はい、ということで本日9月6日は吉田彩乃クリスティさんの誕生日でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。裏の人テンション高いね。あ、そりゃそうか。あ、ね、そうですよね。はい、まあ、ということで、ね、今回毎度タイルの恒例企画の〇〇王ということで、今回アイティが誕生日なので吉田王をやっていこうと思います。はい、こちらはですね、まあ、いつも見てくださっている方はご存知だと思うんですけども、メンバーの誕生日の日にそのメンバーについてクイズを作って、それを解いてみんなで一緒に知識を深めようという企画でございます。素晴らしい企画。イエーイ。素晴らしい。ということでやっていこうと思います。はい、それでは楽しんでいきましょう。はい、ということで今回からクイズ系はこちらを導入して撮影を進めてまいります。いつもね、挙手だったんですけどね、ついにクイズ動画っぽくなってきたね。はい、それじゃあ、今回吉田を作ってくれたのはヨウジさんなので、説明の方よろしくお願いします。はい、ということで、今回吉田推しのね、ヨウジが、吉田王の問題ね、いつも通り10問作ってまいりました。はい、吉田推しのね、方じゃなくてもね、解けるんではないかっていうね、問題を、まあ、一応用意したつもりではいるので、なので、まあね、皆さんでも知り得る情報、それからまあね、普段、まあね、吉田推しの僕が一緒に行って、まあね、結構ちょいちょい吉田の話してると思うんで、まあ、僕のね会話とかから、まあ、思い出していただければな。話をよく聞いてる、ね、俺ら試されてる。思います。はい、はいはい、でね、先ほども説明があった通り今回から、まあ、問題早押し形式なんですけど、挙手ではなくてこちらのねボタンを使って分かったら押してください。こういうことね。そういうことです。分かったよ。で、お手つきありになってますので、はい、もしね間違えた場合、他の方が、全て回答が、できるまでは、回答権がなくなると。 OK です。みんな答えてまだ正解が出なかった場合は回答権一旦リセットして、もう一度、チャンスが回ってくるような形になっております。はい、はい、それではやっていきましょう。第1問目、吉田のクリスティのサイリウムカラーは、はい、レンジさん、紫ピンク。正解。はい、まあね、神宮でも一緒にやってましたから。はい、あのここに手を置いてたね、あげそうになっちゃった。わかる、俺もやりそう。うっせえや。早く慣れてください。ボタンじゃなくて挙手したら何も発言しないとお手つきになりますので、ご注意ください。それ厳しいな。厳しいな、一発目から。それ厳しいな。はい、では第2問目、真夏の全国ツアー2022の福岡1日目と東京の1日目で、はい、レンジさん、僕のこと知ってる。正解。あー、しゃしゃし、はい、
まあね、先ほどのね問題のまあ続きみたいな形ですかね。まあ一応問題全部読みますと、真夏の全国ツアー2022の福岡1日目と東京1日目で、吉田がセンターを務めた楽曲のタイトルは何でしょうということで、僕のこと知ってる正解です。よかったね、あれはね。神宮の方しか見てないけど、ひまわりっぽいね、麦わら帽子かぶってめっちゃ、ね、めちゃくちゃ可愛かったし、あの会場がね、紫ピンクのねサイリウムになりまして、本当にすごい綺麗な、ね、景色を見ることができました。第3問目、吉田屋のクリスティの出身地は何でしょう。はい、エンタさん。あ、大分。正解。早かった。あのいいですね、挙手より誰が先に押したかっていうのはすごい分かりやすい。出題者の、ね、怖いな俺、手挙げる方が得意だったから。はい、あの1期生のもう卒業されたね、江戸美沙さんと同じということでね、なってます。はい、じゃあ第4問目、吉田アイナクリスティの兄弟構成は何でしょう。はい、エンタさん。弟。正解。はい、ということで、3歳下の弟が1人ねいらっしゃいます。第5問目、2022年に吉田アイナクリスティが主演を務めた舞台のタイトルは。レンジさん。フルーツバスケット。正解。よしよしよし、はい、お見事です。これですね、2023年にもやることが決まってまして。そうなの。ただまだね、そのキャストが発表されてないんで、まあ、引き続きね、アヤティがやってくれることをね、切に願ってますけれども、はい、まあ、一応2023年にもやるよということでね、お見事、フルーツバスケットで正解です。じゃあね、第6問目、吉田屋のクリスティがレギュラー出演しているゲーム。はい、エンタさん。東京パソコンクラブ。正解。そうなの。まあね、問題全部読みますと、吉田屋のクリスティがレギュラー出演しているゲームプログラミングがテーマの、番組のタイトルは何でしょうということで、答えは東京パソコンクラブになります。知らなかった。メンツが面白いんだよ。ユミッキーとか出てるやん。ユミッキーとヤンちゃん。ユミッキー、ヤンちゃん、アヤティがレギュラー でそれのナレーションを務めてるのが佐藤理香ちゃんの番組でね。なるほどね。へえ。一応ですね、 BS テレ東で毎週金曜0時半からやってますので、ぜひ BS 見れる方はしっかり宣伝もしてください。見てください。お願いします。見れないんかい。では第7問目、30枚目シングルのアンダー楽曲アンダーズラブの吉田のクリスティのポジションはどこでしょう。初めて誰も即答できなかった。急にポジション何列目のどこかってことですか。最後です。おお、どこら辺にいたかな。僕はそこしか見てない、ね、おおエンタさん。3列目の一番真ん中。正解。すげえ。はい、まあ、これ出してくるってことは、まあ、例えば3列目の右から2番目とかそんな感じじゃないのかなと思って。確かそうだったかなと思って。ですね、3列目の真ん中です。3列目のセンターで、踊っております。第8問目、17枚目シングルに収録された、吉田屋のクリスティ初の個人 PV のタイトルは。吉田の綾乃のクリスティ。違います。あ、違った。去年それだった。そう、去年それだった。それはね、多分ね、違ったからね。もう俺これしか知らないから、とりあえず吉田の綾乃のクリスティではございません。あ、17枚目アイアティ個人 PV。 インフルエンサーですね。もう、まあ、3期が、まあ、インフルエンサーで初個人 PV で、その最初の、アイアティの個人 PV が何でしょうということで、ごめん、レンジはパスで。俺もパス。やっぱ一旦回答権2セットにあるんですけど、ね、ちなみにエンタさん、他にこれかなっていうのあります？ありません。じゃあ、まあヒントね。ヒント。多分エンタさん分かってるんですよ。なんか違くないっていう。はい、エンタさん。吉田と綾乃とクリスティ。正解。そういうことか。とです。のじゃないです。女子の違いです。女子の違いかよ。はい、正解は。日本語が弱かった。吉田と綾乃とクリスティでした。まあ、だって
個人 PV の内容がその吉田さんとあゆのさんとクリスティさんのこう三重人格みたいな話なんで、PPAP みたいなのじゃなくてこうなんですよ、これ3人いますよみたいな感じで、はい、ということでまあね、今日まあお見事エンタさん第9問目乃木坂 4.6 時間 TV 緊急生放送リハスタジオから10周年バースデーライブ直前スペシャルの生放送中に斉藤飛鳥が、アヤティを呼んだ際の呼び方に癖があり、スタジオが笑いに包まれました。さあ何と呼ばれたでしょう。問題が長かったんでね、分かりやすく言うと、要はアスカちゃんがアヤティをなんて呼んだかっていう、その時。はい、レンジさん。吉田氏。違います。違うか、オタクみたいな。吉田氏。はい、エンタさん。クリス。正解。クリス。おーい、まあ、クリスちゃんがクリスってね呼んでて、あのもうね山下さんとかも爆笑。クリス、なんだよクリスって。松村しか出てこない。俺の世代クリスって言ったら松村だよな。吉田クリスティの名前のあのクリス、ね、いや俺クリスかティーって落としてて取ってくるて、クリスにした。まずクリスって言おう。いや癖強いね。癖強いでしょ。強いの。俺それ見てよ、キー俺も爆笑してます。なんでそこみたいな。かっこいいな、かっこいいな。いいな、俺クリスって言われて振り向ける人生にありがとう。はい、ということで正解は、まあ、クリスちゃんかクリス、まあね、どっちもにあの言ってたんで、どっちも正解で、まあ、クリスってことで正解です。 T って大事だね。そうね、そう大事だね。 T あるかないかで、ね、だいぶ印象変わってくるから。吉田のクリスなんか、吉田のクリスティーか全然違うから、ね、そう、マジで。そうね、全然T であってよかったな。 T の重要性に気づいたな。そうね。はい、じゃあね、続きまして第10問目なんですけれども、はい、ちょっと今審議した結果、まあ、今ポイントで言うとタンさんが0ポイント、レイジさん3ポイント、エンタさんが6ポイントになっているんですけれども、まあ、ちょっとね、最終問題なんで、でもなんとなくは分かっても、こう正確に完璧に答えるのはなかなか難しいんではないかなっていう問題をご用意したので、完璧に答えられた場合は3ポイント差し上げます。同点のチャンスで、もし完璧に答えれる人がいなければちょっとね、あの考えがあるので、おその時ちょっとお楽しみしていただければと思います。 OK。 はい、ではね、で第10問目ラストいきます。はい、乃木坂工事中で放送された3期生 PR 大作戦で吉田が特技として披露した早口言葉を正確に全て答えなさい。お、エンタさん。あ、正確になんで早口言葉ですけど、ここはゆっくり言ってください。おっとっと、とっといてって言っとったに、なんでとっといてくれちょらんの。違います。だよね、違います。あ、これ違うわ。はい、回答系はお二人に。なんか違うんだよな今のは。ですね、まずまあ全然正確じゃない部分、うん、だからそのだいたい言いたいことは分かるんだけど正確じゃないよっていうのは全体的に で、うん、である一箇所は全く違います。その、うん、言ってることも違うから、うんうんうん、言ってることも違う。はい、じゃあまだだいぶ遠いんだあれ。どうする、おっととか全然違う部分だった。マジでおっとと違ったらもう無理なんだけど。はい、レンジさん。おっとっと、とっといてって言っとったのに、なんでおっとっと、とっといてくれとらんちゃった。謎の呪文を演奏した感じになるけどな。まあまず全体的に正確じゃないのと、はい、同じで、どっか一箇所はもう明確に違います。明確に違うか、言ってることが違います。お、どうぞ。おっとっと、とっといてって言ったんに、
なしておっと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 いてくれちょらんの。おぉ まあ違うんですけど、一部は完璧になりました。完璧になった。で、それ以外のところは全体的に違って、あ、近づいた。一箇所はやっぱり明確に違うんです。あ、違うんだ。まあね、今一周回答権が来たので、もう一周だけ行って、で、正解出なかったら、ちょっと変えます。で、明確に違うところがどこか。うん、あ、そうね。おっとっとじゃありません。おっとっとじゃない。おっとっとじゃない。おっとっとじゃない。俺も、いや、これ、二人の回答出るまで、言わないでおこうと思ったけど、これはおっとっとじゃない。はい、ということで、それを踏まえてもう一周行ってみましょうか。おっとっとじゃない。おっとっとは結構よく言われてるやつなだけで、多分俺が間違えただけで。まあ、おっとっとってお菓子じゃないですか。それが違うお菓子なんです。おっとっとじゃなくて、あ、違う、別のお菓子です。別のお菓子。はい、ポテチ的な。そうですね、ポテチじゃないですけど。ポテチ早口言葉よね。お、レンジさん、別のお菓子なの。押してからそこ。いや、別のお菓子なんだよね。トッポ取っといてって言っとったのに、なんでトッポ取っといてくれちょらんの。違います。違うか。トッポではございません。トッポじゃねえのかよ。おい、もう何なんだよ。おっとっとでもトッポでもございません。なんでトッポ、トッポじゃねえ。おっとっと出てきたの。それは俺が言ったよ。おっとっと聞いたことない。おっとっとじゃないんだよ。もう諦めろ。おっとっとじゃないんだよ。いや、ね、いや、俺もちょっとから頭を離せ。後で買ってやるから、おっとっとは。あ、マジで、うん、おっとっと、お腹空いてんだろ。買ってやるから、一旦頭離してくれ、おっとっとが。これか。お、もう来たか。お菓子思いついたけど、文章わかんねえや。文章わかんねえや。お菓子のバリエーションはね、人一倍だから。お菓子わかって、大体やってたら、一ポイントだけ差し上げようかな、じゃあ。まあ、正確に答えられたおかしい方でしたけど。はい、タンクさん、プッチョちょっとちょっちゅねちょっとプッチョちょっと、おい、なんで後ろの文章全然変わっちゃうんだよ。プッチョちょっとちょっちょっと、わかんないんだって。ふざけてますか。ふざけてないよ、真面目だよ。いや、でもプッチョだった気がするんだよね。あ、じゃあプッチョだと。うん、そう、プッチョ。おっとっとじゃない。正解です。うん、プッチョ。いや、俺ね、プッチョなんです。プッチョ。いや、俺ね、プッチョって言われた瞬間やられたと思った。はい、じゃあ、タンクさんに1ポイントあげましょう。ありがとうございます。まあ、正解を言います。プッチョ、とっちょってって言うちょったのに、なんでとっちょってくれちょらんの。言っちょったんじゃないの。言うちょったの。言うちょったの。はい。出題者に立てつかないでください。あ、そうなんだ。はい、僕ちゃんと工事中で確認して。なるほどね。プッチョ、とっちょってって言うちょったのに、なんでとっちょってくれちょらんの。まあね、これ方言なので共通語にすると、プッチョを残しておいてって言っておいたのに、なんで残しててくれなかったのって言ってるのっていう意味らしいです。なるほど。それを、まあ、置いたアレンジで言うと、プッチョ、とっちょってって言うちょったのに、なんでとっちょってくれちょらんのになるそうです。はい、ではね、まあ、今回ね、10問目ちょっとね、正確に答えれる方いなかったので、ここからはね、まあ、せっかく早口言葉なので、まあ、早口言葉ね、正確に早くね言われた方に3ポイント差し上げて、今回の吉田を締めくくりたいと思います。了解です。はい、ではね、ポイントが低かったタンクさんからお願いいたします。はい、プッチョとちょっとって言いちょったのに、なんでとっちょってくれちょらんの。プッチョとちょってて言うちょったのに、なんでとっちょってくれちょらんの。プッチョとちょってて言うちょったのに、なんでとっちょってくれちょらんの。はい、ありがとうございます。よかった、さすがにビリなさそうだわ。難しいこれ。あの、2回目のとちょっててが出てが怖いですね。韓国語みたいな。はい、
ということで、続きましてね、ポイント低い字なのでレンジさん、はい、はい、じゃあお願いします。プチョとっちょってって言うちょったのになんでとっちょってくれちょらんの。プチョととってとっちょってって言うちょったのになんでとっちょってくれちょらんの。プチョととってって言うちょったのになんでとっちょってくれちょらんの。はい、ありがとうございます。まあね、ここでこの段階どっちが上とか言うのはね、特に言わないでおきましょうかね。まあまあ3人聞いて3人聞いて総合判断、はい、考えさせていただきますので、はい、じゃあね、最後今のところポイントが一番高いねエンタさん、はい、はい、こちらお願いいたします。プチョちょとっちょってって言っちょったのになんでとっちょってくれちょらんの。プチョとっちょってって言っちょったのになんでとっちょってくれちょらんの。プチョとっちょってって言っちょったのになんでとっちょってくれちょらんの。はい、おー、ありがとうございます。これ難しいね。いや、僕は決まりました。あ、決まった、なるほど。これ最後の結果発表で、あ、いいね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 、あ、いいねいいねいいね、はい、結果発表。はい、ということでね、まあ最後のね、あの早口がどうなったかによってね、結果が変わってくると思うんですけれども、まあ3人聞いてね、まあこの人かなっていうのはまあ割と決まりました。第3位タンクさん1ポイントよくブッチョ分かりました。これはね、ありがとうございます。ブッチョ勝てなかったな。今日のやつはブッチョかな。ブッチョだね買って帰るわ、うん、はい、ということで、まあブッチョだけね、なぜか分かったっていうことでおめでとうございます。ブッチョ以外も分かってたよ。あ、そうだよ、あげてたあなたあげてたからね。確かに、おしまげてたからね。ブッチョしか分かんなかった言ったからすごい不便よ、言ってたな他のおちゃんと上がってたけど、勝てたのがブッチョだけだったって話、はい、失礼しました。そこ大事だから、はい、失礼いたしました。第2位レンジさん3ポイント。どうせたらずか。ってことは、まあ、ってことは一回ね、あの完全にちょっと言い直しちゃったから ね、 そうね、やっぱり口言葉言い直しちゃうとね、まあ、時間もかかっちゃうし、ちょっとね、あのまあでも、あの早口言葉の順位的には2位でした。あ、タンクよりは良かったと思う。タンクが最低はい、ということで、はい、ある、第2回吉田王、吉田早口王ですか吉田王はエンタさんで9ポイントです。やった。まああのそこ あのまずほとんど使えずにほぼ正確に言ってたんで、1回目ちょっと、うん、そうねうってなったけど、まあ早口もまあ1位だったし、それまでのまあポイントもまあ1位だったということで、ああよかった、まあ、文句なしに、まあ、吉田王、第2回吉田王かなと、まあ、来年第3回吉田王はね、もっと難しくてもいいんじゃないかなと、はい、思いましたので、はい、楽しみにしててください。はい、はい、じゃあこの動画を見てハヤティのことをもっと知りたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは次回も楽しんでいきましょう。